者格付けです。スピリットペアラー続きをプレイしていきます。前回にね引き続きリリーちゃんのイベントを進めていきます。ここがね小麦粉だらけで、その間だから小麦粉かなって思って探してるんだけども、難しいぞ。そして小麦粉がなくなった。いやー、わかんないよニンニク焼こう。よし、で、次はここのステージでリリーちゃんに会えるそうなので、行きましょう。前回グスタフさんの話があって、次どこどこに行ったっていう話だったけど、次は誰かな。ジョバンニさんあたりの絵があったような記憶があるんだよな。アストリッドさんとジョバンニさんの絵があったと思う。はい、あ、これ引っ越したとこのところね。これってモントリオールので最初に住んだアパート、都会に移り住んだ頃だよね。姉さんが独り立ちした時、そう、ボロアパートだったよね。ごめん、だって本当にそうだったじゃない。好きに改装すればよかったのに。お隣さんが料理をすれば匂いが漂ってくるし、隣り合う声も丸聞こえだった。よほど家賃が安かったのね。それに完全な一人暮らし、ルームメイトはなし。まあダフォディルがいたから一人じゃないか。あ、ここで一緒に住んでたのか、ダフォディル。そうそう、ダフォディルを連れて行ったことはまだ許してないからね。あ、実家で飼ってた猫を連れて行ったのか。あの頃はあまり話をしなかったよね。姉さんは仕事で忙しかったし、高校生になった私は姉さんをあまり気にかけなくなったし、5、6個ぐらいの違う感じかな。あ、2、3個かな。お互い共通点もなかったから。人の死以外はね。お父さんが亡くなった後、私は何とか受け入れようとした。気持ちを抑え込もうとしても止めどなく溢れ出てきちゃって。姉さんはどうやって気持ちの折り合いをつけてるの？なんでお父さんいないんだろう。この世界、病院で人の死に寄り添ってきた。姉さんはいつも目の前で苦しんでいる人たちを助けてきた。その中にはサマーもいた。はい、サマーさんね。サマーさんは緑ね。うん、緑だったっけ、サマーさんの色って。彼女は長生きした。がんの進行が緩やかだったから。それで彼女は希望を持った。でも現実は厳しかった。母さんは悲観に暮れた。ローズおばさんがそばにいなくて幸いだったかも。おばさんは心優しく繊細だったから、最愛のサマーが先に亡くなったら立ち直れなかったと思う。そう、ローズさんの方が先に亡くなっちゃったんだよね。お母さんと一緒にサマーの家に行った時のこと覚えてる。植物に囲まれててとても暑かった。まるでサウナみたいだった。人も自然界の一部だって言ってたわ。植物との調和がどうとかって、カッとなって汗だくになったことしか覚えてない。年の離れた友達もできたよね。ジョバンニと奥さんのアストリッド、友達と言えるのかな。聞いた話だと二人は姉さんを孫のように可愛がってたみたいね。そうみたいね。それに二人の口から語られる身の上話、浮気、嘘、失恋、どれも困った話ばかり。ジョバンニがどれだけアストリッドを傷つけたかわかる？でも晩年はジョバンニのそばにいた。ここ左と右のお花が二人のお花だね。アストリッドさんはこれ、あれは桜じゃないのか。未練を断ち切って、他の人と付き合ったとしてもね、アストリッドにとってとかけがえのない人だった。どんな時も結局二人とも相思相愛だったんだよね。私もあんな風に見とられたいな。
愛する人に手を握られながら、お酒取ってくるね。ちょっと足を伸ばしたいし、すぐに戻るから、どこにも行かないでよ。切ないよ。ああ、やっぱ切ないよ、このゲーム。グレーミストピークスね。家族の絆。ここの言葉読んでなかった。リリー、辛い気持ちはわかるわ。あともう少しだから、そばにいてちょうだいって。ここのセリフ読んだ方がいいね。もう少しだからか。続けていけるでしょう。リリーちゃん、リリーちゃんは悲しんでるんでしょうかね、現実の方で。お父さんは今後出てきたりするのかな？ああ、そうか。まだね、追加される予定はあるらしいんですよ。今年中に。どうなのかね。よし。グレイミストピークスだっけ？あれ？ロンバーグ、ノルドワイラー、ノルドシーピア。あれ？ちょっと待って。グレイミストピークスの祠。コールハラエ、テイゲンエなのか。呼びがわかんないけど、ホールって書いてあったから寒いところだと思うんだけども、そんなことない？そんなことないのかもしれない。グレイミストピークスってどこだったっけ？祠があるところってどこだったか。ここか。あ、この隠された祠みたいなところか。バックさんの新しいイベントってあれだけなのかな。バックさんのイベントが追加されたとはあまり言えないが、言えないけど。一応ね、小麦粉集団ってなんかありそうなんで、そこら辺の粉にできるものをいろいろ育ててます。よいしょ。まあ料理さっき適当にやったからな。到着だ。ここの祠は行くの難しいからな、ちょっと。よいしょ。ブヤベース。よし、行くぞ、リリーちゃん。今、ゲーム始めた人って、このリリーちゃん、どんな感じに、で、登場するんだろうね。この祠難しいからな。よいしょ。あ、嘘。あ、やばい。
けるか。よし。よし。いけない。お。よし。あ、間に合った。あ、で、これ気になってたのよ。ただいま。残念だけど、廊下でハンサムな医者とは出会わなかったわ。姉さん、こんなに痩せを取れちゃって。ああ。これ、今の現実の状態か。セラちゃんが、生死の境にいるときに、意識失ってる横で喋ってるのか、リリーちゃん。でも、病院のベッドにいても、相変わらず美人だよ。ウイスキーボトルが半分空になってる。残りは姉さんが飲んだってことにしとく。強いね。去年私と電話で話したこと覚えてる？長期休暇を取ってたよね。職場に電話して初めて知ったわ。数ヶ月休んでいます。悪い知らせを受けたとかで、って言われた。まさかあんな形で姉さんの容態を知るなんて。で、その2週間後ぐらいに電話してきたよね。夜中の2時頃だったかな。姉さんの声は震えてた。息遣いも荒かった。周りの木々や空気のことを話し始めたよね。リリー、私よ、とかじゃなく、体調が優れないのとかでもなく、ただ木々や空気の話をしてた。寒いって言ったよね。ここにいても死を感じられるって。姉さんがどこにいるか見当もつかなかったけれど、しばらく無言になって近いうちに実家に帰るって言ったよね。どう受け取っていいかわからなかった。あれって無遊病だったの？全部夢の話だったの？怖かったわ。そして家に帰ってきて、お母さんと私に診断結果を話してくれた。姉さん、私たちはここにいるよ。つらい。お母さんも起きてる。私は姉さんの手を握ってる。聞こえてるかな？大好きだよ、姉さん。森の中で一人ぼっちじゃないよ。私たちがついてる。一人じゃない。これまでも、これからも。くぅー。で、ステラ最後の後悔になるのか。はぁ、旅立つ時が来た。もう一人じゃない。どこかでリリーとお母さんが私の手を握ってくれているのを感じる。あぁ。いや、大事なイベントだよ。いやぁ、素敵なイベントが追加されたな。これでエンディングの意味がわかるということですね、ステラちゃんも。旅立つ時が来たっていうのも、納得できるわけだ。はぁ、これはちょっと追加した後にクリアしたかった気持ちはちょっとあるなぁ。うん、帰ります。はぁ、ありがとうね。変わらないよね。一言も会話なかったしな。まあ、一応エヴァードアには行きますが、多分同じだと思います。その場合はね、スタッフロールのところとかは、おしまいにしようかな。はぁ。アートブックのところも、しっかり語られましたね。行きましょう。バックさんについての反応は、まあそりゃそうよね。だってリリーちゃん、ステラちゃんがどんな夢を今見てるか知らずにね、語りかけてるわけだからな。
そっか。もう一人追加されるスピリットっていうのは誰なんだろうな、今後。説明あったかもしれないけど。うわぁ、辛いよー。みんないるな。あ、あ、演出が増えてる。うん、それでもいいです。あ、リリーちゃんがこうやって送ってくれるんだ、ちゃんと。あ、追加されてる。この前とは違った気持ちになるね。前回のこのエンディングの時は完全に一人になっちゃったなぁみたいな、一人で行くんだなって思ってたけど、今回はリリーちゃんがずっとついてきてくれてる。旅立つときはどうなるんだろうな、演出。でもここでの会話はやっぱ何もないんだな。ただそばにいてくれてる感じだな、今きっとベッドに横たわっている横で。なる？あ、前に来てくれたグスを押す。ああ、やっぱ結局最後は一人で旅立つことになるのかね。ダホディルと、ああ。これは、いやあ、切ないゲームだ。うん、はい、ということでリリーちゃんのアップデート分でした。謎だった部分がゲーム内でしっかり語られるアップデートでしたね。いやー、素晴らしいアップデートだった。やってよかった。ぜひね、せっかく1個目のアップデートしたわけだし、次のアップデートされた際にももう実況動画は出し終えてると思うけど、おまけみたいな感じでやりたいものですね。はい、ということで、前回ね、最終回みたいな感じになってたと思うんですけど、前々回か、今度こそしっかり最終回となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 All the stairs